聞いてきてる聞いてきてる、ぐわー、めっちゃ聞いた。痩せにくい人必見。今回は代謝上げたい人、脂肪が減りにくい、体重が減りにくい人にぴったりなサイドスクワット紹介します。1種目30秒こじり効果、足痩せ効果、お腹痩せ効果、この3つが一度にできます。後ろ足の足首を持って前のももをまず伸ばします。スマホ見ながら行きましょう。基本的に筋肉は片方を伸ばされたら片方縮んでます。要するに伸ばされる方が硬いと縮みにくくなります。筋肉が使われにくくなります。しっかりストレッチを行ってウォームアップを行ってからスクワットに入ります。しっかり胸を張っていきましょう。 OK です。反対も一緒です。膝痛い人は何か柔らかいものを敷いてください。しっかり肩甲骨を、ね、寄せながら体を上に引き伸ばしてください。ウォームアップ、実践、クールダウン、こういった流れになってます。今度は前足伸ばしてつま先上げましょう。膝に手をついて前かがみ、ふくらはぎとももの裏が伸びてればバッチリです。ちゃんと前もも裏ももストレッチしてからスクワットしていきます。をしっかり上げた方がね、ふくらはぎも伸びますんで、ふくらはぎが細くなります。あまりウォームアップをやらずにね、いきなり実践に入る人も多いと思いますが、必ずウォームアップした方が効果的に効きます。それではサイドスクワットに入ります。つま先まっすぐ向けてしゃがんだら片方膝伸ばします。しゃがんだら片方膝伸ばす。なので体は上に上げません。少ししゃがんだら膝を伸ばして横に動きます。真ん中で多少しゃがんで横に伸ばす。しゃがんで横に伸ばす。これでいつもより中殿筋、小殿筋が鍛えられて、お尻も鍛えられます。 OK。 両膝少し曲げたままで体を横に動かしましょう。少しだけ膝を曲げておきます。前かがみになることでももの裏を使うことができてます。もし上半身が疲れるようでしたら、たまに体を起こしてね、休んでもいいですが、体を起こすと前ももに働いちゃうので、できるだけ前かがみ。上でいきましょう。OK。じゃあもう一回、しゃがんで横に動くやつを2セット目いきましょう。今やった2種目を、まずは3セット。しっかり行っていきます。マイペースでいいです。完全に膝伸ばしきる時間がね、短いんで結構下半身効いてると思いますが、頑張っていきましょう。
両膝曲げたままで前から左右に揺れます。しっかり下半身をね鍛えて、こういう日頃しない横の動きをやっていくと下半身太り解消されやすいです。で、骨盤が持ち上がって体幹しっかりしますので、お腹周りもすっきりしてきます。やりにくいよっていう人は最後まで頑張りましょう。 OK、 もう一回ずつやっていきます。しゃがんだら横、この分は横に動くっていう意識よりも膝を伸ばすって感じです。膝伸ばすと自然と体がね横に行きますんで、無理にね横に行っちゃうとこっち負荷かかりすぎちゃうんでしんどくなります。膝を伸ばす、 OK。 いやー、汗かいてきましたね。前かがみで揺れましょう。頑張って。これもね、寄りすぎると結構きついんで、膝を伸ばす程度です。もし腰疲れたらね、体伸ばしていいです。結構背筋が鍛えられますんでね。効いてきてる。 OK、 しっかり3セットやりました。今度はね、体を揺らすだけ。膝、腰、上半身ブラブラして血流を一回ね上げましょう。楽に体振ってください。そのままで手を振っていきます。しっかり脂肪を燃やしましょう。残り15秒で手を変えます。手はね、どんな風に振ってもいいです。もう前でも横でも、とにかく体を大きく動かして、やっていい。今度は片足2回です。これ、ね、床を踏むっていうことが下半身をちゃんと鍛えることができます。体を上に伸ばす感じではダメです。下に下ろす感じ、床踏んで体を上げる。ももお尻鍛えられてますよ。 OK、 今度は前後に体を動かしましょう。膝少し曲げたまま、体をね後ろに動かす方が大事。背中をしっかりね動かすと代謝が上がりますから、胸張りながらね肩甲骨を寄せましょう。OK、 さあ反対です。同じように肩甲骨をね寄せる、船を漕ぐようなイメージ。背中の真ん中、汗かいてきたよっていう人はね、代謝がどんどん上がってますからね。
足のメニューをねしっかりやってる人の方がちゃんとやっていきますから、寝たままよりやっぱりちゃんとね立って足鍛えた方がいいです。寝てやるメニューやストレッチをやっても痩せにくいよっていう人は立ってやるメニューをおすすめします。頑張ってできた方はグッドボタンやコメントで教えてください。もう一本ぐらい頑張れそうだよっていう人はおすすめの動画か関連の動画どっちか一本頑張ってみて、登録してない人はチャンネル登録もよろしくお願いします。説明欄には部位別のおすすめコースがたくさん載ってます。自分の好きなのを選んで1週間頑張ってみてください。ご視聴ありがとうございました。